はい、皆さんこんにちは。今回はゲームボーイ版ウィザードリー・ガイデン1のですね、隠しボス、はい、戦いたいと思います。やっとここまで来れたって感じで、もう即戦闘に近い。来たー、魔法からの保護。ただですね、これ何回かやり直したんで、はい、ちょっと編集してます。なので、モンスターがちょっと変わってる。願いは叶えられた。よっしゃ。効かないよー、ティルトベイトも。効きませんよ。とりあえず先に、邪魔な奴らを。掃除するか。レッサーデーモン。ロードは一応馬松とないとこ。掃除してくれ。効かないぜ。直接攻撃だけが怖いから一応馬松は唱えておこう。馬松っていうのは、まあ、ある意味防御力を上げる魔法ですね。効かねえぜ。呼ばれるのがな、辛いな。確かに。よし、グレーターデーモン4匹が厄介だな。ディルトだったっけ。あ、ディルトだ。このディルトは逆に防御力を下げる相手の、これを唱えとこう。グレーターデーモンが厄介。ティルトウェイト、本来だったらもう絶対勝てないもんな、このパーティーじゃ。下げる。効かないぜ。敵が増えまくるのが嫌だ。また呼ばれた。こっちの攻撃がな、侍ぐらいなん、侍2人なんだよな、メインが。ロードはな、あんまり攻撃力が高くないから当てにできない。1匹ずつ着実に減らしていきたい。4しか与えれなかった。あ、また来た。また1匹増えた。よし、2人減った。麻痺か。麻痺なら治せる。減ってくれ。うわぁ、攻撃された。
減ってくれ、頼む。よし、朗読を麻痺から直さないと。よし、あと一人。あれ、なんで治ってないんだ。確かディアルコのはずだけど。あ、そっか。あれ？侍死んだ。こうなったらもう生き返らそう、後で。ちょっとよろしくないな。倒した。レベルが下がった。まあ、マハマン唱えたからレベルが下がったのも仕方ない。そうだ、ソークスの剣。うわー、三人死んだんか。まあ、しょうがないっちゃしょうがないな。しょうがない。カドルトで生き返らしてみるか。カドルトで生き返らしてみよう。よし、生き返った。よし、生き返った。頼むぞ。よし、生き返った。やったー、これでクリアだ。帰りましょう。どこだったっけ、帰るとこって。あ、やっぱ5階だ。あー、よかった。やったー、ようやくエンディング。お城に報告だ。女王アイラスは姉ソークスの形見を受け取り、君たちの悲しい報告を聞いた。長い沈黙の後で女王は静かに話し始めた。あなた方の働きにより、このリルガミンに真の平穏がもたらされました。まずはお礼を言わせてください。そう、なんとなく分かってやりました。このような日が来るのを分かってたのか。姉は姉なりの理想を追い、 G はそれを止めようとしてあのようなことをしたのでしょう。なるほど。私は大切な人たちを失いました。でもかけがえのない友を得ました。幾多の試練を乗り越え威厳を身につけた女王は君たちを見つめた。おめでとう。あなたは女王じゃないのか。あなたは
女王を苦難の道、あ、女王じゃないのか、苦難の道から救い出し、リル神に平和を取り戻した。そして友情の印を受け取った。あー、クリアした。やったー、やっとクリアした。今年に入って一発目だな、ゲームクリアしたの。正直ウィザードリー外伝1はマジでしんどかったな。一番楽なのはファミコン版のウィザードリー3かもしれない。武器とかが強力だからな。言ったら最強魔法が道具で唱えれるっていう素晴らしい装備もあるしな。あー、よかったよかった。ちゃんとエンディングも見よう。クリアできた、嬉しい。ザ・ウィザードリーファーストエピソード、ジ・エンド、終わった。これで確かもう、まあ、普通に洞窟にはまた潜れるから。お、エンディングにも、エンディングじゃない、オープニングに戻った。はい、ゲームボーイ版ウィザードリー外伝1、隠しボスを倒して真のエンディングを見ることができました。あ、長かった。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。